フェリー並じは、九州商船が運航しているフェリー、神田造船所川尻工場で建造され、1987年12月7日に、航路に就航した。佐世保上見島航路は、三崎海藻の参入による、営業収益の減少及び航路補助金の一部、不交付により航路改善が遅れており、本船は、就航から約30年が経過している。老朽化により、 運行経費が増大していること、船内がバリアフリー構造でないことから、早急な代替船建造が必要とされており、本船及びフェリーなる塩は、長崎五島航路に投入された万葉、椿と同様に、国庫補助制度を活用した自社建造方式で段階的に代替することが計画されている。全通船道甲板型の自動車、都船権旅客船である。現、 ユラ装置として、フェンスタビライザー、アンチローリングタンクを装備する。船内電源は、大発性限動機を動力とする、太陽電気性発電機を3セット搭載している。1989年7月17日、15時4分、帝国から約1時間30分遅れで、陸島の平港から、佐世保港に向かっていた元船は、 平良港南防波堤東大の南南東1700メートルの地点で青方港へ向かっていた漁船第88新東丸と衝突した。ほぼ停止した元船の左限選手部に新東丸の右限選手部が後方から約45度の角度で衝突。本船は左限選手部の外反に長さ約3メートル、幅約40センチメートルの大損を生じ、新東丸は 右ゲ川選手部のブルワークに長さ約6メートルにわたって曲像を生じた。当時天候は霧で風がほとんどなく、指定は約200メートルと悪化していた。事故原因は新東丸が夢中信号を推命せず、航海灯を点灯しないまま過大な速力で航行し、レーダー監視が不十分であったことで発生したが、本線が レーダーで探知した新東丸と著しく接近することが避けられない状況となったとき、必要に応じて停止する措置が遅れたことも一因とされた。ありがとうございます。